なるべくですね、八代市民の皆さん、ハーモニーホール周辺の住民の方々にも、多大なる大音量で、まあ、ご迷惑をおかけしたかと思いますが、しかしですね、この球場の会が本日球場を守る会が解散いたしましたので、我々もこの活動を終了させていただくとともにですね、先ほどおばあちゃんの話がありますが、戦争反対と我々にね、やり逃げのようにただ一方的に訴えて、ね、なんだったら戦争反対というね、持論を我々に本来投げかけていただきたかったわけですよ。しかしそんなこともなく、自分たちの主義主張の一方通行で、自分たちが、まあ、このような活動をするにあたって戦争を賛美している、戦争をやるような国に作り上げようとし、憲法改正して軍国主義を作り上げようとしているという、まさしく偏った考え方で我々に対してイチャモンをつけてきたんだと思いますが、しかし帰りがけはですね、何も言わず帰っていったということは、この大音量が聞こえなかったのか、耳が遠くなってですね、それとも おばあちゃんが無視したのか分かりませんが、これがですね、左翼の実態ですよ。自分たちの主義主張はやっても、自分たちが、我々がですね、保守陣営が問いかけた疑問というもの、問いかけというものには答えてくれない。我々は左派の連中が疑問を訴えたら、それに対してしっかりと真摯に向き合って答えますよ。わからないことはわからないと、我々の理論武装が足らなかったと、もう一度出直してやってきます。しかし、そういったこともなく、ただ一方通行の形で終わってしまったのは、まさしく残念であり、火力の実態が見えてきたのではないかと我々は訴えているわけであります。大名寮で本当にご迷惑をおかけしましたが、本日のこの街頭演説をですね、終了させていただくとともにですね、この平和ボケ、ね、皆さん脱却しましょう。で、ここに来ている人たちはですね、平和ボケじゃなかったですよ。老ボケです、老ボケね、こういった形でね、もうボケてしまってわからなくなってるんですよ、憲法改正の重大性が。この憲法改正の重大性を正しく知っていただくために、我々はこのような講演が開かれたり、集会が開かれたり、ご研修会が開かれれば、すっ飛んできてこのような声を上げます。ということは皆さんうるさいと思います。どうしたらいいですか？110番じゃないですよ。110番してもご研修会のやつらがやってきた、国賊売国奴がやってきた、早急にこの場から退去させてくれ、そしたら僕たち帰ります。これが根本的問題の解決であります。ということを正しく周知させていただくことを結語としまして、本日の街頭演説を終了させていただきます。本日ご参加の皆様方、ありがとうございました。